令和2年10月29日付で羽村市長から長期総合計画審議会に諮問された、まちづくりの基本となる計画である第6次羽村市長期総合計画について答申が提出されました。また令和3年6月4日付で羽村市行政改革審議会に諮問された第6次羽村市長期総合計画に掲げる行財政改革の指針である羽村市の行財政改革の推進について答申が提出されました。